ばんは、たつみです。こんばんは、ゆみねです。あのさ、何よ何、今超流行ってるゲーム知ってる？ゲーム、みんな家に引きこもってゲームやってんのか。そう、避けろ3密。避けろ3密そうなの、そうなの。なんか東大生の男の子が作ったんですけど、小池さんらしき人が、ね、小池百合子が出てくるの？そう、らしき人よ、まあもろそうなんですけど、らしき人がいて、近づくと密ですって怒られるわけよ。あ、これか、このなんか要はまっすぐ進んでいくようなやつ、これ。そうそう、怒られちゃうの。密です、密です、密です、これ、これか、今流れてるやつ。そうこれです。じゃあ、ね、これは避けなきゃいけないんだ。そうなのよ、密になっちゃうといけないからね、でこう避けていくと、こう避け方が上手だったり、ポイントに来ると、安倍さんらしき人が現れてマスクをくれるわけマスクを2枚。安倍のマスク。はい、安倍のマスクをくれるんですよ。それちょっとちっちゃかったりするんじゃないの？汚れてるとか。ちょっとちっちゃかったりするかもしれないね。髪の毛が入ってるとか、そうじゃないの？大丈夫。なんかね、それでね、なんかポイントアイテムがあって、こうしばらくうまくいくとね、そうするとなんとなんと和牛と魚がもらえるんだって。お魚券とお肉券はい、そうですそれで回復するっていうなんかゲームらしいよ。そうか、あの、エネルギーが回復するわけだ。密です、密です、これしかし即捕まるよ、小池百合子。密です、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 密ですだってそうでしょ、それをこううまくかわしながら行くんですよ。そうすると安倍さんらしき人がやってくるのよ。あ、そう、ちょっとやってみてください、皆さんも。その安倍さん、何、お紅茶とか飲んでんのお紅茶とかはね、出てこないけど。出てこないのねはい、ということで今夜も密を避けて参りましょう。はい、辰巳ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送敦賀 FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM 出雲をネットしてお送りします。だけど遠ざける過ぎた日々。さて、今日の北海番外地だよ。はい、やってまいりました、ゴロ画伯第2弾でございます第2弾、はい、はい、皆さんお待ちかねだったと思うけどね。はい、ゴロ画伯の人生長すぎてさ、どこまで今日も行けるか分かんないけど本当ですね。とりあえず呼んでみよう、はい。ゴロ画伯、はい、はいはい、ゴロ画伯、いやお疲れ様です。いや全然疲れてません、前回に続いてもうずっと家にいるんだもん、疲れようがないって。そうですよね、今ね今あれですか、東京ですか？東京なんですよ。あれ、東京に来たら来てですね、米子に山陰に帰ろうと思ったらですね、突然出ちゃいけないっていうお達しが来たじゃないですか。緊急事態宣言になって、はいはいはい、いや これで帰ったらね、あの向こうではコロナ疎開だって言われるに違いないと思って。ですよね、でやむなく今東京の、まあ、愛する神さんと、心と一緒に暮らしておるわけでございます。なるほどそうか、米子には全然帰れずにってことですね、はい、そうなんです。だけどね、あの案外私すごい幸せなんですよ。なるほど、はい、やっぱりね、愛する神さんの手料理を毎日食べれるこのね、幸せ、ね、
でイチャイチャベタベタしております。こういうのは私の人生の中で一番いい時かもしれないなと。確かにまあね、飛び回ってたりするとね、そういう機会ってないですからね。そうなんですね。それで、はい、今回はですね、前回に引き続き、前回ってどこまで来ましたっけ、五郎画伯の人生の歩み、うん、第2弾としてですね、はいはい、前回はモーニング新聞に入社するとこまで、はい、まあ言ってみればね、朝日新聞に入社して、うん、はい、そこでまあちょっとお仕事を始めたと、うん、そこまで話をしたんですが、うん、はい、朝日新聞は都合どのぐらいお勤めになったんですか？アルバイトが1年、うん、それから本社採用されて9年いましたので、うん、まあ都合10年近くいましたね。お、10年間。はい。で、実際、朝日新聞の中で仕事をしていくにあたって、はい、まあ今の五郎画伯の立ち振る舞いを見てると、当然朝日新聞っていうのはちょっと違和感があるんじゃないかなと思ったけど、はい、その頃っていうのは全然そういう意識はなかったんですか？私はもともと大学の頃にですね、うん、勝一さんに出版でしてですね、うんうんうん、勝一さんの本を読んでですね、うん、なんて日本人はひどいことしたんだと思ってるようなですね、うん、根っからな朝日ファンでしたございましたので。なるほど、はい、何の違和感もなくじゃあ朝日新聞で仕事をされていて、ただ私の所属しておりました部というのが、うん、私絵描きなので、うん、デザイン部と言いましてね、うんうん、つまり新聞に書かれている地図であるとかグラフであるとかグラフィックなものを書く部署ですので、言ってみたら上がってきた記事にそれを分かりやすく解説するというようなところですので、まあ報道デザインというのか、なので、特にですね、うん、左の特訓を受けたということはないわけです。なるほど、なるほど。いや、ね、もちろん、朝日新聞だっていいこと書いてることはたくさんあるし、そうです 僕も知り合いの記者で、とっても熱心に僕の活動なんか応援してくれる記者もたくさんいるんでね。素晴らしい、うん、はい。だから、ほとんどの仕事が、まあ、ニュースに、うん、出てくるので、うん、そんな思想的なとか政治的なニュースばかりではないで、うん、ですよね。多くは日々のニュース、うん、地方で起こったことも含めてですけどね、うんうん、どこで事故が起こったとか、ね、うん、経済の何が伸びてるよみたいな裏を書いたりとか、うんうん、そんなことが多かったんで。ああ、なるほど。それでさっきその自分は絵描きであるという意味ではね、うん、まあ、本来ならば漫画家を目指していたわけですけど、うん、朝日新聞に勤めながらもやっぱなんか転機が来るんですよね。私はもともと朝日新聞っていうのは腰掛けのつもりで入っていたんですよ。うん、なるほど、うん、漫画家のステップだ。そう、うん、いつか漫画家になってやるぞっていう、まあでもね、せっかくという名の知れた新聞社に入るわけですので、うん、入ったわけですので、うん、ね、ネタを拾えるというか、うん、そうですね、それできない体験ができるだろうと思って。ですね。ね、いたわけですよ、うん、はい、例えば今思い出しましたけども、4月1日だったかな、うん、新入社員が入ってくるような時でしたけれども、うんうん、ちょうどその日にですね、なんと、朝日新聞東京本社にですね、うん、乱入してこられた保守系の、いや、右翼の方がいらっしゃって、うんうんうん、拳銃で発砲して自決されたという大事件が、うん、ありましたよ。だから真下にいるわけですよ、うん。社長室があるわけじゃないですか。うん、ね。それは一番高いところ、何階だったか十何階にあるんですけど、うん、私たちの職場は5階かな。うん、編集局っていうのは5階なんですけども、真っ青な顔して部長が飛んできてですね、うん、今、選挙し、なんか、入ったんだみたいな、なんかそういう偉いこと言うわけですよ。で、うん、またまた、4月1日でしょ、今日は。あったら、バカ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 、本当にあっという間にヘリコプターがバラ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 って来るんですよ。ね、うん、何そんなことになってんのみたいな、うん。そういうこともありましたしね。はぁ、すごい。まあでもそれはね、新聞社に入ってなきゃ、そういうのってやっぱりネタとしてはね、はい、得られないね、例えば、雲仙普賢岳ってあったじゃないですか。はいはい。噴火した、うん、ね、後かな、もう噴火が終わった後でしたけれども、うん、ヘリコプターに乗っかってですね、そばまで行って、ちょっと見学してきたみたいなこともありましたよ。うん、そんなこと、ね、なるほど、はい。それはやっぱり、じゃあその漫画に生かされるわけですね。ね、でも隠れて書いてたんですよ、私。実は隠れて。そうなんですね。
そりゃそうですね、隠れて応募してたわけですよ。で何回か繰り返してるうちに、とうとう賞を取りまして、あらららら、すごいじゃん、講談社ですよ、講談社、天下の講談社、天下の講談社で賞を取りまして、で、内緒にしてたんですけども、連載が始まっちゃったんですよ。おー、すごいね。で、それやっぱりね、二足のわらじは、ちょっと新聞社と漫画家の二足のわらじはあまりにも厳しくて。忙しいんですね。これはもう、英断して、もう、やめますということで、もう1ヶ月ぐらいね、辞表をポケットに入れてですね、仕事場に行って、ある日、散髪屋に行ったらですね、お客さんここハゲてますよって言われて、へーってこの言ったらですね。ああ、悩んでる。上ハゲができてるぐらいですね。やっぱ、かなりな悩んでたわけで。でもやっぱこう、1ヶ月経ってですね、ようやく僕は辞めたいんですって言ってですね。お前何言ってんだ、お前、なんてことするんだって言って、断られるかな、突き返されるかなと思ったら、あ、そうって言われてですね。あっさり。あ、そう、え、止めないのみたいな。止めないんですかみたいな。まあ、周りからはですね、私、松村って言うんですけども、無謀松と言われてですね。無謀松ならぬ。無謀松の一緒だと言われてですね。お前、よく新聞社を蹴ってそんなことやるなっていうことだ。そりゃそうだよね。で、なんとね、会社を辞めて、漫画家に専念した途端にですね、連載が終わり、売れなくなって、で、大変な目になるという。連載はどのぐらい、どのぐらい続いたんですか？半年ほどやったんだけどね。どんな漫画だったんですか？内容は。ホラー漫画書いてました。ホラーといえば、米子といえば、ゲゲゲの鬼太郎でしょ？妖怪のね、水木先生。はい。私は水木先生よりもむしろその、梅津和夫先生ファンだったんで。マジですか？ない。いや、僕が住んでる吉祥寺っていうのはとっても近くなんですけど、梅津和夫さんよく吉祥寺でお会いしますね。歩いてらっしゃる？歩いてますよ、あの格好ですか？そう、ボーダーの T シャツ着て、そう、ツート着て。ボーダーの。ああ、羨ましい。よく行くお蕎麦屋さんでよく会いますよ。ああ、でもね、俺、お見かけしてもね、声をかける勇気ないな。マジですか？あ、そのぐらいのに憧れてたんですね、じゃあ。いやー、すごい憧れてて、っていうよりも、そういう世界観が好きだったんですよね。僕ね、漂流教室って漫画すごい好きで。そうそう。あれ、あれすごい好きだったですよ。あれよかったですよね。夢で見たことはないですか？読んだことない？漂流教室っていうの。なんとなくはわかります。後楽園に。後楽園。書いてありますよね。後楽園遊園地。うん。あ、はあ、ははあ、そういうお化けやつ、はい。怖いやつが。はい。なんかちょっとこう目玉が出てるやつとか。うん、あ、映画ね。ちょっと違いますね。あのね、漂流教室のは学校もんなんだよね。そう、SF の。学校のやつですよね。未来にね、SF だよ、SF。未来に行っちゃうっていう話なんですよ。そうそう。未来が。あ、そうなんだ。怖いやつじゃなくて。そう、怖いんです。未来がね、砂漠になっちゃってて。はい。だからそういうタイムスリップものっていうのかね。そうそう。すっげえ怖い。もう、あまりの怖さにですね、買ってきたサンデーをですね、次のページがめくれないというね。そんなに。こういう。小学校の時でしたけどね。いや、本当に怖かった。ね、すごい印象深いですよね、あれはね。で、そうだ、俺は漫画は、あれを目指してたんだと思って、そういう世界を描きたいんだと思って、あの頃映画で羊たちの沈黙という。ああ、ジャック・ニコルソンのね。で、そうだ、サイコホラーを描こうと思って、ちょっと人間の心の闇というのか、暗い側面を、闇の部分を描いたサイコホラーを描こうと思ってですね、最初に描いた漫画がですね、連載した漫画のタイトルが、人間さなぎって言うんですよ。人間さなぎ、なんか怖そう。怖そうでしょ、ねえ。それが連載だった。なんか、毒虫小僧とかいうのをなんか今ちょっと思い出した。やっぱそれもなんか人間が虫になっちゃう話だった。え、怖い。そうなんですよ。
まあ、例えば、江戸川乱歩も好きでした、ね。ああ、江戸川乱歩もね。なんか、そういう怪しい感じのことをですね、目指してやっていたんです、ね。それはあれ、単行本とか出版されたんですか？なればよかったんだけどね、そこまでいかんかったですね。うん、あ、そうですか、うん。でもね、ちょっと早すぎたの。その頃、ホラー漫画はね、うん、全くと言っていいほど、あんまり人気がないというか、あんまりブームじゃなかった。私が書いて数年後に、まあ、ダークファンタジーとかいう言葉もできてですね。うんうん、でもできたりしたんですけど、ちょっと早かったかな。やるの。先駆けすぎたんですね、じゃあ。そういうことなんだ。という気がしますかね。そして、それ、連載が終わってしまって、その後はじゃあ、その漫画家としての仕事、うんうん、そういう連載漫画みたいな仕事は全然来なくなっちゃった。うんそうですね。なので、うんやっていたのが、そうだ、私も、新聞社出身なので、うん、風刺漫画、4コマ漫画でね、うん、あるいは8コマ漫画、うん、で、通販生活というところでですね、うんうん通販生活、うんはい、書かせてもらったりしてましたかね、風刺漫画、うん当時、インターネットで、ウェブサイトも始めたので、うん、そのウェブサイトで漫画を連載するというような、まあ、それもちょっと早かったかな、早すぎたかな。確かにそうですね。やったんですよ。うんうん、だからまあ、ご存知の通り、やっぱり通販生活もちょっとね、保守というよりは、うん、まあ、左派のなので、うんうん、もう私、完全にそっち系ですよね。うんうん、なので、ずっと、左バッターの漫画家として、うん続けておりました。うん、はい、へだったですね。でもせっかくの活躍の場が、ね、そんなに、ね、またちょっと、本当は連載でね、こうやりたいと思ってたでしょうけどね。うん。で、例えば、そこにですね、うん、ひょっとこう話がやってきまして、うん、映画の絵コンテを描くような仕事をやって、うん、すごいすごい。うんうんドロロっていう、ドロロっていう、妻夫木くんと、あったあった。ね、柴崎コウさんの、実写ですけども、絵コンテを描いたり、ね、あるいは、送り人って、アカデミー賞ありましたけども、送り人の、絵コンテを描いたりして、今でも字幕に私の名前上がっていきますよ、本名ですけども。あ、本名。あれ、ゴロガハクじゃないの。ゴロガハクじゃないです、本名も。はい。あ、ゴロガハクじゃないんだ。そんなことをしたり、いろいろ、まあ、ね、いろんなことをやりました。うん、はい。それで何、その、まあ、どんなきっかけだかわかんないんだけど、その町おこしをしようって言ってね、そうですね話にが来るわけですよね。うんはい。これ辰にもちょっと若干関係がするかもしれないですけど、うん、お父さんがなんか脚本書いてあるね。そうですね。はい。で、岡本喜八監督って、ね、はいはいはい。親父も一緒に作品出させてもらってます。ね、確か、キルでしたっけ、うん。そうです。キルっていう。ね。はい、ね時代劇そのね。その、まあ、岡本喜八監督といえば東宝が誇る、うん、なんだろうね。まあ黒沢明監督が4番バッターだとすると、沖橋監督は3番か1番っていうな感じの、うんまあ、の方なんですけど、うん、その沖橋監督のが米子出身なんですよ、うんうん。で、私も大ファンでして、で、その方のところにですね、まあ、一緒にお話を伺ったり、うんちょっと絵コンテの仕事で若干関わらせてもらったりしたこともあったんですけど、なるほど。で、まあ、木橋監督もお亡くなりになってですね。うん、で、数年したら、こう、地元の米子で、木橋監督の名前を冠した、うんですかね、NPO 法人、街づくりの NPO 法人を立ち上げたいというような話になりまして、うん、で、私のところになんか話が来て、ああ、じゃあ、私、木橋監督の奥様、未亡人の峰子さん、仲がいいんで、うん、婚姻させてもらってるので、じゃあ、伝えてあげるよってことで、私がだから、東京、局長みたいな感じになったんですよ。なるほど。地元のね。うん、ただ、峰子さんからはですね、峰子ママって私は呼んでますけど、叱られまして、あんたたちは、なんであんたたちは、生前監督が、いくら
こう、地元に帰って、あの映画作りの支援してくれ、お金出してくれって言ったのを全部無視して、何にも手伝って、あの、支援してくれんかってに、今まで死んだ後でこんな、あの、名前だけ使わせろってのは、許せんとか言ってですね、みたいな、だったですよ。ああ、そうですか。それでちょっと考え直して、うん、アプローチを変えてですね、うんうん、木八監督のスピリットを受け継いでいこうということでとか言って、うんうん、で私たちの地元の方言ですけどね、ダラーズという、ダラーズという、はい、ダラーズ FM のダラーズですけども、うんうん、あの言葉はバカとかアホとか、うん、愚か者という意味がありまして、うんはいはい、だからアホンダラのダラというような感じかな、あーなるほど、ダラーズという言葉があるんですけども、うんつまり、若干ね、温かい言葉でもあるんですよ、うん。完全に上から目線で人をバカにするようなニュアンスだけでもなくて、うん、あいつはちょっと愚か者だけれども、うん、自分の信じた道をこう突き進めて、うん、まあ、ちょっと羨ましいなぐらいな、憎めないやつっていうような意味での、ああ、なるほど。あるんですよ、うんうん。で、じゃあその言葉をキーワードにして、うんうんよく町おこしには、よそ者、若者、そしてバカ者が必要だって言われるんです。このバカ者であろうと、うん、っていうダラズという言葉を使いまして、うん、でこのダラズという言葉で、まあ、もちろん木八監督の、ご自身はもうダラズなんてとても私は口が裂けても言えないんですけども、でも監督の映画の中にはダラズが、愛すべきダラズがいっぱい出てくるので、なるほど。そのダラズを、持って町おこしをやろう、というような精神でやりますって言ったら、あ、それじゃあいいよってことで、お許しを。で、まあ、NPO 法人を立ち上げまして、始めたんですね。それが めでたく木八プロジェクトという名前になったわけですね。はい、なったわけですよ。その町おこしは、まあもちろんそのダラザ FM もそこから出てきてるんだけど、はい、他にどんな町おこしをやってたんですか？ダラズトライアスロンってのやりましたな。トライアスロン？トライアスロン、うん。トライアスロンっていうのは、はい、まず最初にスイムってのがありますから。そうですよ。過酷なね。バイクか。そしてランでしたっけ、うんねうん、スイム、まあ、もうシャッター通りとかしている、寂れた商店街を使ってですね。はい。全長700メートルある商店街なんですけど、うん、寂れてます。ここを使って、うんまずスイム。ね、スケートボードをみたいなのを用意しまして。うん、で、これがですね、腹ばいになってですね、うん手足をバタバタさせてですね、進むという、これを競技化しまして、だらだら、まずスイムをするわけですよ、うんうん。そして次に三輪車に乗り換えまして、うん、ね、バイクですね。うん、三輪車で三輪車ってみんなが、大の大人がですね、うん、もう、こう、キコ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 やりまして、商店街を走って、最後は、ランと言ってですね、股に大きなバランスボールというか、パンチボールというか、挟んだ、非常に走りにくい格好でですね、ぴょん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 しながらですね、走ってやるというですね、まあ、こういう感じのダライブ、トライアスロンというのを、世界大会と名を打ちましてですね、うん、他でどこでやってるだみたいなことですけども、まあ、世界大会と称しまして、うん、ダラズトライアスロンというのを開催して。楽しそう。あるいは、ダラズ夜市というのを、ダラズ夜市というのは、うん、まあ、裸電気をしつらえましてね、うんその、寂れた商店街にゴザを敷きまして、うんまあ、ガレージセールみたいなことですけれども、うんそこには、例えば古着であるとか、うん、あるいは、古本であるとか、うんレコードとか、まあ、並べてもいいんですけれども、うんそれだけじゃ、ダラズ夜市にはならないので、うん、自分が自慢したいものをそこに並べよう。うん、例えば、小学生の子供はですね、うん夏休みの標本かなんかな並べたりですね、そういう自慢の品、コレクションを並べてみたりですね、うんそういうのをやろうと言ってですね。うんその中で、ゴロハ・ガハクは何出してたんですか？はい。私はそこでですね、うん、物を並べるではなくて、うん紙芝居をやってみようということでですね。紙芝居、はい、裸電球の下でですね、うん、紙芝居をやったというわけでございますね。それ紙芝居やるのは初めてです。受けてね。はい、受けたんだ。はい。まあそもそもですね、私がこう、米子に帰りましたのは、震災の前の、年ですかね。うん、に、まあちょっと母親が、一人暮らしだった母親が具合が悪くなりまして、うん、で、まあ介護
に帰ったわけですけれども、うん、まあ、亡くなってしまいましてね、うん、在宅介護を半年以上、7ヶ月ぐらいやってたのかな、うん、なんですけども、はい、ああ、もう在宅で、とにかく家で死なせてくれって、うん、まあ、懇願するもんなんで、うん、とか思って、で、まあ、もう明日の朝には、明日にはもう死ぬかもしれんなと思いながら、うん、明け方ですかな、うん、5時ぐらい座禅をしておりましたら、うん、仏壇の前で。そしたら、うん、俺はこのまま米子に留まるべきか、それとも、お母ちゃん死んだら東京に戻るかな、どうしようかなと思ってたんですよ。うん、した時に、うん、なんと、はい、お告げがありまして、おろ、うん、もう、だらず様というですね、うん、お告げ、だらず様と私は呼んでおるんですが、うん、お告げがあってですね、うん、紙芝居をせよって言われたんですよ。紙芝居？なんだそれ？と思ったんですね。で、あれ、そうかってちょっとね、私は意外だったんですけど、紙芝居っていうのはほら、表方じゃないですか。人の前で絵を見せるわけですね。確かに。で、それまでね、私はね、だから漫画にしろ、脚本、まあ、脚本も書いてたことありますけど、あと、4コマ漫画描いたり、あるいは絵コンテ描いたりって、うん、でもそれ、目の前にお客さんがいるわけじゃない。うんうんうん。裏の裏方ね。うん、そう。裏方の仕事が多いんですよね。はい、でもそれは小説家だろうが、芸術家だろうが、うん、みんな、映画監督だろうが、みんなそういうもんじゃないですか。ですよね。でも、ね、でもなんかね、自分の中ではその、うん、友達に、例えばミュージシャンがいたり、うん、芸人さんがいたり、落語家さんとか付き合ったりしてるうちに、うん、なんかこう、うん、自分、あ、いいなーって思ってた。うん、ね、うん。そんな時にですね、お告げがあって、紙芝居をせよって言われた時に、うん、えと思ったけども、紙芝居だったら、そうか、ライブで、人前で、自分の絵を見せることができるな、ってことを気がついてですね。うんうん、あ、こりゃいいやと思って、うん、で、お母ちゃんが亡くなってです、ね、うん、で、まあ、四十九日の日にですね、うん、からトンテントンテン、箱があるじゃないですか。はいはい。で、はい、30年ぶりの図画工作ですよ。うん、枠作って、枠作ってね。枠作って、うん、で、それで、うん、で、自分で、絵を描いてですね、うん、紙芝居をやってみようっていうことで、でもやったことないんで、うん、ね、ここで、市内の居酒屋に行ってですね、うん、酒を飲みながらですね、隣の人にですね、うん、紙芝居って見たことあります？いやー、ないねーとか最近見ない、見たいで、見たいですかって言ったら、何それ見たいねーって言ったら、無理やり。やっていいですかって言ったら、え、ここでみたいな。そういうですね。流しの紙芝居だね。流しだね。流しの紙芝居だね。そうやって、ちょっと、場数を踏んでですね。うん、で、それで、じゃあ、良い中やってみたらですね、うん、もっと大勢の人に見てもらえるかなと。ああ、確かに。私が提案しまして、ダロン良一というのを、まあ、開催にできた。なるほど。ゴロ画伯、ね、ゴロ画伯、もう時間になっちゃった。はい、時間になっちゃったから、あら次、To be continued。 全然話足りない。第3弾行くか、第3弾。どんな紙芝居、ね、第3弾の。そうよ。もうゴルフ時間がないんで。ずっと自宅待機してますんで。第3弾。ということで、はい、はい、またのお楽しみでということで、よろしくお願いします。ありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。タツニー、あ、ユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。さて、今日の俺がやらなきゃ誰がやる。はい、今日はさ、何、いや、皆さん結構テレビとかも見てらっしゃるから分かってるかも分からないんですけど、うん、念のため、うん、詐欺の話をしたいと思います。あ、コロナ詐欺な。もうなんですの、最近結構ニュースになってるね。そうでしょう。あいつらも勉強されて結構巧み、言葉巧みにさ、うん、巧妙な手口を使ってくるんで、まあ、そうだよ な、ね、なんか家にいてみんな不安になってるところをつけ込んで、うん、そうなんですよ。何、どんなの、俺が見たのはさ、うんうん、現金給付があるからとかね、
そのためには登録しなきゃいけないからね、みたいな話だったけどさ、どんなのあるの？そんなのもあるみたいですよね、まあ、助成金がもらえるからとか言って、個人情報、そうそうそうとか、ね、あとなんかね、マスクを勝手に送りつけてくるのって。マスクか。もうそれで注文した覚えのないものじゃないですか、うん、ってびっくりして、うんうん、電話しちゃうとなんか大変みたいで。あ、そこに誘導するようになってんだ。そう、やっぱり電話しちゃうじゃない、これうち頼んでませんよっていう風に、うん、そういうのってさ、なんかほら電話したらいけないとか、メールを送っちゃいけないとかってよく言うじゃない、うん、言う言う。そう、それもその一つみたいで、うん、でもね、あの、うん、マスクをもし送られてきたら、うん、ほっとけばいいんだって。あ、そうなんだ。そう、だって気持ち悪いじゃん、なんか。そうだけどさ、うん、もしお支払いしてしまった場合は、うん、業界内だとクーリングオフができるということですけど。そんなんでもさ、どうせもう二度とつながんねえんじゃねえの、そんなとこって金だけ。そうだよね。まあ払っちゃダメだよな、まずな。うん、そうだよね。でもさ、わからないじゃん、あと家に1枚しかないとかってなった場合にさ、使っちゃおうかなってなるわけだ。送られてきてさっていう、ちゃんとそれが箱に入ってたりとかしたらさ、例えばこう1個ずつこうなんか包装してあったらさ、うん、ね、大丈夫そうかなと思って。あたかも、うん、その何、例えばなんとか区役所とかさ、なんかあたかもまともなところから送られてくるようになってんのかね。そうみたいなんですよ。うん。それと請求書と一緒に来て、なんか請求書頼まれてた、そう、マスクですみたいな。うん。そう、それが結構な値段で。あ、それが誰、家族の誰かが頼んだかなとか思っちゃうわけ。そう、そう思ったりするわけじゃない。うん。うん、で今まだ買えないし。うん、そうですよ。あとさ、うん、コロナウイルスに感染している可能性があるので、うん、PCR 検査が、まあ、今受けられないじゃないですか。そうだよね、普通ね。だからなんか抗体検査をしてくださいって言って、うん、厚労省を語って電話がかかってくるんだって。私は厚生労働省の役人でございますと。そう、それで一瞬さ、えってなるじゃない、うん、ねえ、なんか、まあ、払ってしまう。あなたはコロナにかかってる可能性がありますってかかってくるの、うん、うん。なぜかというと、今皆さんスマホを持ってるじゃないですか、うんうん、だからだいたいどこに行ったかが分かって、うん、まあ、5月末ぐらいになると、うん、まあ、同じ電車だったり乗ってた人がコロナにかかったら、うん、その周りの2メートル以内とか3メートル以内にいた人に連絡が行くようになるらしいんですよ、うん、今後ね。え、そんなの日本で？日本で。なんか韓国みてえだな。そう。へえ、あ、そう。うん。かかってるやつのそばにいたら警告が来るわけ。そう。それがほら、うん、結構な時間一緒にいたりすると、うん、その人向けに誰とかがなってますよっていう話ではないんだけど、そこに感染してた人がいるので、うん、一応調べてくださいとか、お気をつけくださいみたいなことが流れるようになるらしいんですよ。5月末ぐらいをめどに、うんうん、っていうのを私もテレビで見てて、うん、そんなタイムリーな時に、うん、抗体検査をしませんかって電話が来たら、うん、しかも厚労省ですって言われたら、ちょっとあれって思う人もいなくもないかなと思ったり。いや、あり得るかもしれないね。だってさ、うん、すごいみんな毎日不安に思って、うん、ね、出かけたりするわけじゃないですか。どうしたって行かなきゃいけない仕事があったりとか、うん、お買い物とってんの、ね。そうです、そうです。ずっと家にいるならまだしも、やっぱり人の出入りがね、あったりとかすると。それでその抗体検査をやるのにいくら振り込めっていうわけ、うん、そうみたいなんです。実費ですってわけ。そうなんですよ。あ、そう。だからそういう時はやっぱり一旦電話を切って、うん、ね、厚労省の、例えば厚労省の村尾ですって言われたら、うん、厚労省自分で電話番号を調べて、厚労省に電話して、村尾さん、先ほどお電話いただいた村尾さん、言いますかっていうふうに言うのが一番の策だと思うんですよね。おお、じゃあ俺、厚労省に電話して、一徹いますかって聞いとこうかな。いますって言われちゃうけど。いますって言われたわね、それはね。あ、そう。うん、だからお金の話がまず出るのはダメだし、まあ、そうだよな。とにかく一人で悩まないこと。うん、
こうやって電話が来たんだけどどう思うとか、誰かに聞く、友達でもそう家族でもいいから、うん、例えば家族でさ、ほらオレオレ詐欺的なものでやっぱり電話かかってくるわけじゃないですか、うんうんうん、今まではなんか劇場版が多かったんだけど、うん、ね、なんかほら弁護士がいたり、うん、はい変わりますね弁護士のなんとかですとか、うん、いたけど今はもうね一人でかけてくるんだって。あのさ、うん、コロナで会社が倒産しちゃったから金貸してくれた、そうそうそう、そういうのあんだろ、そう、そう、あ、なんかね息子を装って電話してきて、うん、もう例えばさお母さんとか言って、うん、大丈夫とか言われて、俺だけどって言われて、うん、で大丈夫よなんて、あなたも大丈夫なんて話をしてたら、いや実はさってうちの会社が倒産しちゃってさってなったら、やっぱりえー、ってなるわけじゃないですか。そうだよな、あり得る話だからね今ならな、うん、うん、こうやってなんか騙すみたいですよ。あ、そう。本当に悪いやつはいるね。まあ本当にやり時だよな今はな。そうなんだね。やり時っつったらおかしいけどさ、やってる？大丈夫？みんなが困ってる時にどうなのよ、そこにつけ込んで、どうなの、人の弱みにつけ込んで、ダメだよね、コロナ詐欺な、うん、本当にみんなそれにうちにいるからな、電話出ちゃったりするもんな。そうなんだよね、だから、そう、だからもう家の電話は留守電にする。うん、そうだな。うん、で、うん、なんだろうね、本当にお話ししたい人は何回もかけてくるし、まあそうだよな。まあ今みんなねスマホなり持ってるからそっちにかけてくるじゃないですか。うん、俺だってさ、家の電話出なかった。LINE にさ厚労省のアンケートが来ただろ、はい。うんうんうん。あれも詐欺だと思ったもん。私もそう思った最初ね、うん、あんなのさこういきなり何の予告もなく来るわけだからさ、うん、詐欺だと思うよね。私自分でダウンロードしたんだ、うん、と東京都のやつをね、うん、でそしたらそれでアンケートしたのにもう一回来たのよ、うん、で登録してくれみたいな感じで、あ、うん、これ詐欺だなって思ったの、うん、でもよく見たら同じやつで、え、私もうやってんだけどって思ったんです。だから第2弾とか第3弾とかいっぱい来てるもんね。うん、そうそう、私にダブルで来てるんですよ。だからいやまあ確かにな、今ああいう時代だからこう LINE とか使ったりさ、うん、それこそ携帯の GPS でここに人が集まってるとかさ、うん、いろいろやってるけどさ、うんうんうん、まあ、かえってその詐欺とそういうのの見分けがつきにくいじゃない。そうなんだよね、うん、難しい、いいようで悪いっていうかね、うんうん、まあ、さっさと薬ができてさ、ね、そうですね、うん、本当に早くこうなワクチンもできてな、うん、っていうふうになればこう変わっていくんだろうけど、うん、なかなかそこに結びついていかないからな。うんね、今医療従事者の方は本当に大変な思いをされてる、本当だよ ね、 ね、方が多いけども、うん、本当に、ね、そういういいお薬が出たら本当みんなが良、ね、くなるのになって思いますね。本当だよな、うん、あ、それで思い出したんですけど何今、うん、昔のドラマがいろいろ再放送してるじゃないですか。番組作れないしな今な、うんうん、私すごい大好きなのがあって、うん、ジンって見てた？ジンってあのタイムスリップしちゃうやつ？そうですそうです、お医者さんのやつ、うん、はい、うんうん、港先生の、うん、坂本龍馬な、そうそう、うん、龍馬さんも出てくるやつ、うんうん、あれが今すっごく大人気で、しかもすごくタイムリーで、あのコロリが流行るんですけど、コレラが流行るんだよなそうです、うん、コロリが流行って、うん、それでその南方先生がペニシリンを作って、うんうん、こうみんなを助けるっていうシーンにもう大号泣で、うん、ツイッターとかでもトレンド1位とかになってますね。あ、そう。はい。私もね、多分日本のドラマだと一番好きかも。あ、そう。泣いちゃうもん。本当に。綾瀬はるかとか出てるよな。そうそう。ペニシリンにございますとか言ってね。そうそうそう。そうよ。そう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 、ね、そう、ね、でもあれだよな、あのドラマの中で俺印象深かったのはさ、はい、過去に戻ってここでペニシリンを作っていいのかって苦悩するところがあったでしょ。そうだよね、うん、要は時代を変えてしまうんではないかというさ。そうだよね。でもそれを押し切って、でもやっぱり人を救わなきゃいけないっていうさ、
うん、それと自分の彼女のこともあるんですよね。なんとかでアリンスっていう、そうそう、オイラのね、うん、またすごく似合うのよ、中谷美紀ちゃんが。そうね。ねえ、うん、あれ、うん、いいね、野勝さん、あそこね、うん、いいですね、うん、はい、またあの土日にやると思うので、皆さんぜひ。おお、はい、そっか、はい。ということで今日は何の話だ。コロナの詐欺に気をつけよう、うん、でした。はい、夏姉ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の家族の絆だ。はい、今日はね、はい、政府認定の拉致被害者で、はい、田口八重子さんって知ってるでしょ。はい、1978年に、はい、東京の池袋だね、はい、池袋から拉致をされて、うん、はい、まあ、有名な話でさ、リーウネっていうね、はい、そうでしたね、名前で、あの大韓航空機爆破事件を起こしたキムヒョンヒに、はいはい、日本語を教えていた先生だったと、うん、まあ、これは有名な話だよね、はい、という田口八重子さんのお友達、はいはい、昔ね同じアパートに住んでた方なんだけど、現場の調査に来た時に来てくれてね、はい、そこでお話を伺った田口八重子さんへの呼びかけをしてくれた奈良さんという方なんだけど、はい、その方の呼びかけを聞いていただきます。はい、田口さん、昔あの川口の銀水荘っていうアパートに覚えてる、あそこに一緒に暮らしていた奈良です。よくあのお姉ちゃんのあやちゃんとうちの友成とよくおもちゃの取り合いして喧嘩したね。その友成ももう2人の女の子のお父さんです。いつもあの田口さん、まず心配をするのは風邪の便りに聞いたんですが、体調を崩してるっていうのをちょっと聞いたことあるんです。それだけは本当に心配しています。そしてあの昔よく一緒にビール飲んだね。早くあなたが帰ってきて、私もまだビールの味が分かるうちにお帰りの乾杯をして一緒に飲みたいなと思います。絶対みんな忘れてないからね、それだけは支えにしてください。私のことはもうみんな兄弟も家族も友達も忘れられちゃっている、とか、そういうふうには絶対思わないようにね。みんな心配して、待ち焦がれてるから。それからね、光一郎くん、私赤ちゃんの時に別れたでしょ？この間、この間といっても8年ぐらい前ですけどね、27歳になった光一郎くんを急に見た時にね、びっくりしました。ものすごくいい男でね、いい感じに育ってるよ。だから早く帰ってくるようにね、こちらもそればっかり願ってるから、あなたも絶対気を落とさないようにね。はい、という呼びかけなんだな。すごい元気が出るね、これ聞いてたらさ。やっぱりね、同じアパートにね住んでおられてとっても親しくしてたっていうのがよくわかるしね、うん、そうですね、うん、とかくこう悲しい感じになりがちなんだけどさ、うん、元気づけるようなね、うん、メッセージだもんね。ですね、諦めないでっていうのがすごく伝わって、すごくいいメッセージでしたね。うん、まあね、たくさんご家族本当に肉親の方からの呼びかけて、はい、たくさんこれまでも聞いてもらってるけどさ、はい、やっぱりなかなかね、うん、ご家族以外の方でこんなに勇気づけられるメッセージってないですよね。うん、お友達がね、うん、やっぱりすごい
聞いててもらいたいなって思いましたね。本当だよね、うんうんうん、まあ、たくさんの人たちが、家族以外でもたくさんの人たちが、はい、みんな帰ってきてほしいと思ってるっていうようなことが本当に伝わるもんね。うん、本当にそうですね、うん、はあ、そっか、なんかいいメッセージを聞かせてもらったな。ね、なんかちょっと改めて、なんか私もまあいろいろ頑張ろうなかなって思えるようになりますね、これ聞くと元気が出るよね、うん、本当にね。そうですね、なんか暗い話ばっかりじゃなくてね、うん、悲しいとか早く帰ってきてとか、まあ それが本当なんでしょうけど、うんうん、でもこう向こうにいても頑張れるよっていう、うん、頑張ってねって、みんな忘れてないよっていうのがすっごいよく伝わるいいメッセージでした、うん、ね、うん、本当にたくさんの人がこういう風に、友達もみんなそう思ってるってことが向こうに伝わればね、うん、絶対希望の光になると思うしね。そうですね、うん、まあなんつってもやっぱ自分が元気のうちにビール飲もうよっていうのがとっても俺はねいいかなと思うんだね、うん、すごいよかったね、うんうんうん、すごい良かったです。いや、希望が湧くんじゃないかなと思います。はい、今日は1978年に東京の池袋から拉致をされた、はい、政府認定の拉致被害者田口彩子さんのお友達奈良さんの呼びかけを聞いていただきました。はい、初音ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の音楽紹介だ。はい、リクエストしたい。何あのジンの主題歌でミーシャが歌った会いたくて今。ああ、そうかそうかそうか、さっきのな、はい、ジンつながりでな。そうです。あ、結構いいバラードでいい曲だったよね。はい、すごくいい曲ですよ。ぜひあれがいいな。了解、はい、ということで出るかな。はい、お願いします。それではミーシャで会いたくて今。初めて出会った日のこと覚えてますか？過ぎゆく日の思い出を忘れずにいて、あなたが見つめた全てを感じていたくて、空を見上げた今はそこで私を見守っているの。
ミーシャで会いたくて今でした。これを聞くとさ、涙が出るのよ、思い出しちゃってさ。まあいい場面で来るからな、この曲はな。そうなんですよね、なんかさ、いやでもそしてこの歌唱力じゃないですか。そうね、上手だよね。上手よね、はい。なので私はすごい大好きです。これどっかで歌ったことないの？ない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 けど、みんなこの感じで歌うよね、どこ行っても。ああ、モノマネチックな。この曲をそう歌える人は結構歌唱力がある人か、ちょっと自信のある人が多いから。まあそうだよな、みんなでもミーシャになってる歌い方があ、そうかそうそうそう、まあ確かにそうだな、この難しいしな、上手な人じゃないと歌いこなせないよね、うん、絶対みんなミーシャだよ、笑えるもん。あ、そうはい、今度やってみればじゃあ。どうぞ俺がミーシャになるのかよということで今日はミーシャの会いたくて今聞いていただきました。はい、アツ姉ユミ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日もエンディングだよ。はい、この前さ、ニュースでさ、うん、はい、あのうちの番組でも何回も取り上げてる、うん、池袋のさ、はい、上級国民の方ね、もう1年だってよ、はい、いや早いね、あっという間だよな。ついこの間 な番組でさ、ついこの間やったような気がするけど、うん、そうそう、あの現場でな、あのご主人がな、そうなのよね。なんか前も言ったけどさ、うん、うちの事務所に入ってる業者にお勤めなんだよ。あ、ね、うん、おっしゃってましたね。そうそう、だからすごい身近にやっぱ感じてさ、うん、なんかもう今度は顔出しも名前も全部出して、うん、でまあこれから在宅起訴されて、これからまあどう裁判になってくるのかさ、分かんないけどさ、うん、とにかくまあ本人にその真意を聞きたいと、うん、いうことは言ってたね。真意も何もないんだろうね、きっとね。ないと思うよ、ね、でももうなんていうの、残されたものとしてはさ、うん、そうなんだよね、唯一もそこしかないんだよね、うん、そうですよね、うん、救われないけど救われる道はというかね、うん、だってさ、正直言ってそんなとこでごめんなさいって、うん、私が悪くございましたって言われたってさ、うん、戻ってこないわけだし。そうですね、うん、いや痛ましい事故でした、ね、本当に、ね、もう最初がずっこけてるから余計そういう感じをするじゃない。だってほんとそうですね、うん、最初から何自分はそうじゃないなんて言っちゃったもんだからさ、うん、まあそれが上級国民たる上級国民のはい、もうそれでもうね、世の中ね、うん、いっぱいになりましたよね。ねえ、なったけどね。でもほら、いろいろあの池袋の駅の周りで署名やったりさ、うん、してね、皆さんに訴えてるから、うん、気持ちはよくわかるしね。ですね。まあちょっとね、気になったよ。うん、コロナのニュースの中で唯一、あ、そうですね、うん、なんかちょっとコロナから外れるっていうのはなかなかね、今の状況でないですもんね。ないからね。なんかいい話ないの、ね、うん、いい話ね、うん、ちょっと調べたら、なんとなんと、何、地球そっくりの太陽系惑星が見つかる。うん、地球と同じの太陽系の惑星があったの。太陽系外だ、うん、ごめんなさい、惑星が見つかったんだって。ほら、すごいよね。生命あんのそこに。ちょっとそれはわからないけど、まあ、水が液体のまま存在できると推定されますということです。でもただね、うん、大気の存在は確認されていないとのことです。どうなってんだろう、大気がないけど、うん、だからあれだけど、でももしかしたらあったら私たちみたいな人たちが向こうに住んでてさ、うん、そうだよな、向こうもね、うん、なんか発見したぞって言ってるかもしれないし、へ、もしかしたらもう知ってるかもしれないし。そういうのってさ、なんか、ね、うん、見つけた人が名前つけるとかそういうのなかったっけ、うん、ね、なんかね、でも名前もできてました。惑星ケプラーって、あ、ケプラーって名前なんだ。うん、なんか暗いニュースが多い中、ロマンがある
宇宙人に会いたいといった感動や期待の声が広がっています。本当だよな、うん、もしかしたら、ね、なんかコロナの特効薬持ってるかもしれない。そうだよ。お願いしたいね。本当だよ。もしそうだよ、一瞬で消えちゃったりするんだからさ、瞬間移動とかできちゃうんだからさ、ね、宇宙の方はね、うん、宇宙の方はコロナなんて風どころの騒ぎじゃないかもね。ね、すぐ治せる何かがあるかもしれない。そういうところに住んでる人はやっぱり頭がでっかくて目がでっかくてっていう、ああいうああいう人なのかな。どうだろうね。わかんないけど。うん、何か知ってる方がいたらぜひ。本当だわ。更新してもらってね。ああいう人たちはさ、助けてもらいたいね、うんうん、マスクいるの。でもそもそも大気がないからさ、マスクいらないんじゃない。あ、そうだよな、マスクいらないもんな。じゃあどうやって生きてるんだろう。うん、きっと空気吸わないんだよ。そうか、うん、そうだね。もう水の中で、うん、ほら魚と一緒でエラ呼吸かもしれない。あ、水がもしあんなら。エラ呼吸の人はマスクいらないよな。エラ呼吸もエラにマスク必要なんじゃないですか。いるのかな。分かんない。マスクといえば私マスクを作ったんですよ。おら、はい、今やることないから、今の収録前に3枚ほど縫いました。おら、すごいじゃん、縫ってるわけ。はい、なんかちゃんとした生地、ね、うん、あのガーゼの、うん、ガーゼ生地が全然どこにも売ってなくて。探しに行ったんだ。そう、探しに行ったけどなくてね、うん、でどうしようと思ったらふと気づいたら、あ、そうだ、ちょっとガーゼの手ぬぐいがあったなと思って。おう、うちにあった生地で、手ぬぐいをもうすごい奥底から見つけて、うん、でその手ぬぐいを使って作ったんですけど、うん、ガーゼ生地だからちょうどよくて、いい出来栄え。一つの手ぬぐいで3つできる。へー、なんかね、どんどんやってるうちに上手になってって楽しくなっちゃって、うん、あれ、私ガーゼ職人できるかもね。ちょっと思っちゃった。ガーゼ職人や、マスク職人だ。あ、そうだった、ガーゼ職人じゃないや。恥ずかしい。お後がよろしいようで。まあでもこれからね、みんなもそういうのを作ってさ、うん、そうです ね、あの SNS に上げてこんなの作ったなんてやるのもいいよね、うん、はい、ということで、それでは皆さん、また来週。待ってた？本当に合わねえ。タツニーユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送敦賀 FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM 出雲をネットしてお送りしました。街の日々